ラマーはアメリカ合衆国コロラド州プロワーズ郡にあるホームルール制度を採用した自治体である。同軍の郡庁所在地であり、同軍で最も人口が多い。2010年時点の人口は7804人である。ラマーの名はアメリカ合衆国内務長官を務めたルシウスキューシーラマー2世に由来する。ラマー駅は復元され。 観光案内所として運営されている。ピエールオージェ観測所の北部施設は、ラマー近郊に建設が予定されている。ラマーは、北緯38度5分10秒整形102度37分10秒、北緯38.08611度整形102.61944度、38.08611-102.61944に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域は4.2平方マイルで、水域はほとんど存在しない。コロラド州南東部を流れ、ラマーをかすめるアーカンザス川が通るプエブロの東部に位置する。インド洋に浮かぶアムステルダム島の対処地、つまり俗に言うところの地球の裏側は、ラマー近郊にある。アメリカ合衆国領土の対処地は、インド洋上であり、 対処地に島があるのはたった3カ所だけである。2000年の国勢調査によれば、3324世帯、2247の家族、8869人が市内に居住している。人口密度は2095.8人平方マイルである。住居の数は3656棟で、その密度は863.9棟、平方マイルである。 人種は76.24%が白人、2.57%が根血、ネイティブアメリカンが1.48%、その他に分類される人種が18.81%、アフリカ系アメリカ人やアジア系、太平洋諸島系の合計は1%を下回る。36.54%がヒスパニック系、ラテン系である。3324世帯中。 36.0%は18歳以下の子供がおり、49.2%は結婚している。13.3%は夫がいない女性世帯主となっており、32.4%は非家族世帯である。28.2%は単身世帯で、12.4%に至っては65歳以上の高齢者の単身世帯である。 平均世帯人数は2.59人で、家族を構成しているものに限れば3.18人である。年代別の人口は次の通りである。なお、年齢の中央値は31歳である。性比は女性100人に対し、男性98.6人である。18歳以上の人口に限って言えば、女性100人に対し、男性95.8人となる。 世帯収入の中央値は28,660ベイドルであり、家族を構成している世帯に限ると32,560ベイドルとなる。男性の収入の中央値が24,145ベイドルであるのに対し、女性のそれは2 1百3 3ベイドルである。一人あたり収入は13,900ベイドルとなる。14.4%の家族。 人口の19.7%が貧困線未満で生活しており、18歳未満の子供の29.5%と65歳以上の高齢者の12.2%もその中に含まれる。ラマーは RE-2 学校区の一部である。1937年創立のラマーコミュニティカレッジがある。ももとは農業を基盤として立ち上がった町であるが、 1981年にドイツのバス製造会社のネオプランがアメリカ進出の際にラマーを拠点に置き650人を雇用した。しかし、ラマーの工場は2006年に閉鎖され、それ以来は観光産業が中心となっている。サウスウェストチーフというシカゴロサンゼルス間を結ぶアムトラックの長距離列車がラマー駅から利用できる。運行間隔は シカゴ行きロサンゼルス行き、それぞれ1日1本である。グレーハウンドが運行している、B ラインエクスプレスが、ウィチタ方面、プエブロ方面に出ている。ラマーに生まれ育ったか、居住したことのある人物を一家に挙げた。ありがとうございます。